私の慰謝料300万と言いますね。どうもどうぞ、プラビットの達也とある人とってです。ということで今回は、さっきあれですよ、ラブレボリューション21を歌わせてもらったんですけど、ああ全然気づかなかった。はい、吉澤ひとみ300万でしたね、借金ですね。はい、はい、ということで今回は、はい、吉澤ひとみについてやっていきたいと思います。まずこの事件のことをざっと話したいと思います。はい、静かにできるかな。猫飼い始めたんですよ。やばいやばい、暴れすぎだろ。元気な時間帯ですね。そうですね。2018年9月6日に酒気帯び運転及びひき逃げをしたとして交通法違反の容疑なので逮捕された元モーニング娘。吉澤ひとみ33歳。あ、意外に若いっすね。そうっすか、もっとちっちゃい時から知ってるから。そうかそうかそうか、ブレイクしたのにもかかわらずまだ33歳ということですけど、9月6日の午前7時頃、中野区に飲酒運転をして自転車に乗っていた女性に衝突した。で逃走で、倒れた女性は近くにいた男性にぶつかり、女性と男性は軽傷を負った。警視庁は吉澤ひとみ容疑者を過失運転致死傷と酒気帯び運転及びひき逃げの疑いで逮捕したということですね。で、当時の吉澤さんからは基準値の4倍にもなるアルコールが検出されており、酒気帯び運転であったことも明らかになっている。これに対して吉澤はお酒が体に入っていた、ぶつかって立ち去ったことは間違いないと容疑を認める供述をしているということです。で、まあこれ吉澤さんは起訴されて被告人になったわけですね。犯罪者ってことですか。そうです。で、まあこれ300万払って脱出したんです。ゲームなの。ギア脱出できんの。てか酒気帯びが俺気になるんだけど、飲酒運転じゃないの。酒気帯び、違うよ、酒気帯び、酒気帯び、酒気、なんて言ってた今。酒気ジェラート酒気じゃない。ジェラ酒気、ジェラ酒気じゃない。で、今回触れたいのは、まあ吉澤さんのこともそうなんですけど、このモーニング娘。に関わる都市伝説なんですよ。あるんですか。あるんです。これツイッター等でも話題になってました。プッチモニの呪い。プッチモニ、ミニモニじゃなくて、あ、だからミニモニみたいな感じで、当時プッチモニというグループがモーニング娘。とは別にあったんですよ。今回はそちらのメンバーが呪われているんじゃないかという都市伝説でございます。元モーニング娘。の吉澤ひとみが飲酒運転をしてしまい、さらに女性をひき逃げしたとして大きな社会問題となっている。前の日に夫と軽く 2,3 杯飲んだだけと吉澤は説明しているらしいが、通常の数字の3倍から4倍のアルコールが検出されており、明らかに酔っていた状態であったと。で、まあこのドライブレコーダーとかにもヤバみたいな声が入ってたりとか心の声出ちゃった。そう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 、とかいろいろあるんですけれど、まあこれが吉澤さんの事件です。先ほども説明した通りので、これ吉澤さんに関する衝撃の事実なんですけど、実は吉澤さん弟を交通事故で亡くしてるんですね。なのにもかかわらず自分でお酒を飲んだ状態で運転をして、まあひき逃げですから、まあ歴とした事故だからね。いや、まあ事件ですよね、ここまで来ると。そしてここからが呪いのお話です。まず後藤真希、プッチモニに言いました。ごまきですね。そうです、ごまきは弟が逮捕、そして両親が事故死。次に市井さん、市井さやかさんはモームス脱退後、結婚、離婚、再婚、事務所を転々と結構な波乱な生き方をしていると。すごいね、結婚、離婚、再婚だから、バツ2、違う、バツ1、まあ、ヘゴリとだから、え、まあなんかバツ1で再婚、再婚、はいはいはい、まあまあ別にいいっすよ、うん、けど事務所転々としてるからね、ここちょっと気になるよ、転がるってこと、事務所の中で転がるってこと。にゃーそう書くけどめっちゃ暇やん若くしてブレイクするとそうなの。転がっちゃう、事務所レイターズとか危ないかもね。で、まだこれだけではないです。で、このプッチモニっていうのは多分木があるんですよ。で、そのうちの第2期のメンバー、安田圭、後藤真希、吉澤ひとみのうち、まあ3人が不幸になってると、この全員が。で、唯一安田圭がまあその事件とかを起こしてなくて無事ですが、ネットで何を書いても戦う、ネットで何を書いても叩かれるバッシングの女王っていう称号がついちゃってるらしいです。それはそれで嫌だね。え、コンの嫁だっけ、あ、安田圭って、有村コンだっけ、
それ違う。いや、それは違うね。それ全然違うよ。違うか、オッケーオッケー。何がオッケーなの。で、ここで予測されてるのが、はい、となると次は第3期のメンバーである小川さんと彩香の2人が危ないかもしれないって言われてるんですね。で、まあもちろんこれは単なる都市伝説です。信じるか信じないかはあなた次第です、ということなんですけれども。彩香って三日月ですか。あ、違います。全然違いますね。え、君も見ているだろう。全然違うね。寄せてこなくていい。あ、そう。歌詞言っちゃった。でもプッチモニもそうかもしれんけど、うん、ミニモニも結構、はいはい、言うてね。確かに確かに。ミニモニって何人いたっけ。4人じゃないですか。誰かわかる。矢口と、はい、関口とそれはどっちなのよ。ヒロシの方なのかメンディーの方なのか。もちろんメンディーでしょ。メンディーの方か。次俺ネスミス言おうとしてもらって。まあ矢口さんも有名ですもんね、はい、高身長キラーというか、はい、まあミニモニで言うとミニのところですね。モニは何だ。モニが分かる。モニは朝勝利。朝勝利。朝勝利。朝入ってる。朝。まずモーニングから。僕らもまあ一つ言えることとしては、うん、結構車使うじゃないですか、うんうん、なので飲酒運転だけは本当に気をつけなければいけないなということを思いますよね、まあ、いろんな呪いがあるかもしれないですけど、うんうん、この前はね、うん、俺と春でやったの飲酒運転。やってねえわ。グルでやんの。何やってねえわ。やってねえわ。やってねえわ。初めて見たな。でまあなんつうの、検問あるじゃん。おお、はいはい、たまにあります、ね、たまにあんのよ。で普通ね、専門の測るやつあって、ここにアルコールチェッカーみたいな、はいはい、息吐いてっつってなんか度数調べられるんだけど、はいはいはい、なんかね俺運転で、そう、え、違う、耐震ってことじゃん。いやまあ運転してます、したらピリリリって一人だけ警官がで止めるわけじゃん、うん、で、あ、検問だと思って窓開けて、そしたら警察官が飲酒運転の検査してます、検問してますって、はいはい、あ、わかりましたって言って、もちろんその機械が出てくると思ってるじゃん。そしたらお願いしますって言ったの。顔出てきたの。そう。お願いしますって言うから、俺もえっと思いながらもって言ったの、うん、そしたら大丈夫ですとか言って、え、言ってくださいって、ね、しかも、歯、あ、そう、おかわりした。自分の鼻にセンサーついてんのかと思ったもん。あ、ここに仕込んでる感じ。いや、あんのかもしれんし、で、タイガが言ったのはこの機械を忘れたんじゃないですか。この機械忘れてオリジナルの手法とっさに。でもやっぱそういうアドリブの世界じゃん、こういう世界。まあまあまあ、まあ、もしさ、自分が機械忘れたらどう乗り切るっていう、俺らならあっていうこの大喜利みたいな、はいはい、まあ、真面目に答えてもいいですし。俺でも一個今の話聞いて思ったのは、うん、お前ら間違ってますね。機械を忘れたわけでもなければ、うん、顔を出してきてハーってやってほしかったわけでもないです。何？正解教えましょうか。鼻舐めるんですよ。絶対そうでしょ。だって鼻ですよ、来てんのこうやって。だからお前でしょ、はいはい、で鼻を舐めるのが正解だったの。じゃあ向こうは、はいどうぞって。何やっけ、何を着てなの。一番わかるからね。ワンチャンあれコスプレじゃない。普通に匂いフェチでさ、マジで頭ぶっ飛んでる最後で警察のコスプレして、わかった。で、女の子の息かぎたいから、けど女の子だけやったら不自然だから、そうなのよ、全員やったんだ。そうだ。何やその裏設定いる、その全員にやるっていうさ。なんでそのさ、前後も楽しいんだ、その女の子のメインの前の前菜が、前菜前菜、男で我慢する自分。そうそうそう。やばいよ、マジな変態じゃんそれ。お前はどんな検問をするんですか、自分が警察官だったら。まあ俺が警察官だったら、まあ機械忘れちゃったとする、うん、そしたら、まあ猫、まあいるじゃないですか。まあまあまあ、まあ、ここにもいますけど、はいはい、たまたまいますけど、たまたまいますけど、はい、猫を、まあ、近づけて、嗅がせますと。いや、めっちゃおもろいね、今の。ハテナついてる。ハテナついてる。やばい。話やめとく。説明書に聞いてるから今。にゃーって。で、この嗅がした時に猫がコッって言ったら、もうそれはアウト。ありがとうございます。お前しゃべるとハテナついてる。分かってんな。すごいな。ありがとうな。分かってるね。タイガは、まあそのまず匂いで判断するのもおかしいっていうのは。でもまあ他何でできるんですか。やっぱ一回止めて、おいで一緒にやろうか、うん、一緒にやろう、おいで。まあ猫もそうですけど、酔っ払ってる人ってその餌を求め、そのなんつうの、つまみを求めるんですよ。だからまあまあ食べたくなりますよ。止めてまずポケットから
タラタラしてんじゃねえよ。お前それお前が好きなんだよ。酒飲みは好きなんだよ。タラタラしてんじゃねえよを、まあ達也くん検問すると、はい、止まってくださいっつって、まあ飲酒してるとしますよ、まず達也くんを、うん、タラタラしてんじゃねえ、見せます、はい、もうメロメロになるわけ、この人、まあ、食べたくてしょうがないですからねっつって、次ここにするの、そうすると達也くんも顔一歩出るのよ、はい、で今度ここにあったやつをここにするともうドア開けんのよ。でどんどん行ってこうやって行ってどんどん移動させて最終的に捕まえるっていう。あ、じゃあもうもう警察署に行くんだよ、こうやってこうやって繰り返して繰り返してでもそれ言い出す一番不利なの君で、君みたいに喫水のタラタラしてんじゃねえよ好きとか酒飲んでなくてもそれのまま捕まりますよね。うそうじゃん、それはもうしょうがない、しょうがねえそれ人生で、あ、そう、うん、そこでゼロになった三蔵、一人じゃ私を愛せなかった、二人重ね合った感情、謎に包まれ溢れて、もう数え切れなくなって